こんばんは、ドクターネックスです。アップが遅れてすいません。さあ、ガチャ前評価いってみましょう。バカンスガチャサマーパーティー。もう日付が変わって6月30日16時から新しいガチャがやってきます。まるでタツキの見えるよう、タツキのように見える空格さん、そして鎧さん、そして織姫。それぞれ、動画が来ているんで動画を見つつやっていきましょう。まずは空格さんから。ガンジュの野郎には任せておけねえ。しばけ秘伝の一撃だ。トクソンやがれ。はい、近距離攻撃、すべての攻撃、通常必殺強攻撃1、2、3すべてに、麻痺がつくといったキャラですね。武器が海炎っぽい感じになってますね。そこら辺いいんじゃないかなと思います。強2がダイソン設置なんだけれども、時間はそんな長くないタイプの設置ですね。強攻撃ヒット数アップがあるんで、まあ、グルバとガチ勢は多分レベル1で所持してた方がいいんじゃないかなっていう、レベル1もですね。2体ゲットして1個はレベル1で取っといたらいいんじゃないかなとは思います。地属性のアランカルキラー。最近で言うと、一角とかがいるけれども、多分こいつの方が使いやすいんじゃないかなという印象ですね。その特性は強攻撃ダメージ 20% アップで、強攻撃ヒット数アップ持ち、あとは減速耐性がついてますね。今回の3キャラとも全部に減速耐性がついてます。次のアシッドワイヤーに対抗するためという形でしょうね。季節物なんで必要なキャラクターとかは特にないです。まあ地属性でアランカルキラー最近あんまりなんかこいつがそうか、地のネリエル持ってないんで、いや前から本当苦労してたんですけども、まあ、今回まあ、正直ね、例えばぶっちぎりで強いかっていうとそうでもなく、まあ強いんじゃん、そのうち多分落ちちゃうけどっていうレベルの、まあかもなく不可もなくそこそこ強いといった印象ですね。空格さん好きは今までガチャゲンはいないんで頑張って狙っていきましょう。次、まあ順番通りいくか。織姫。一緒に来ようよ、ね。はい、浮き輪で攻撃する、キャラクターですね。そうですね、一枚が可愛すぎるというところが一番特徴じゃないかなと思うんですけれども、技で人間キラー。技っていうかもう人間キラーは眉り以来ですね。眉りも正月眉りなんですけど、正月眉りも技だったんで、技に偏ってる感じですね。まあ、この人間所属の人間キラーっていう、まあ、完全に殺人鬼だけど、まあ、あれかね、塔とかで重宝するのかなっていう印象。クールタイム短縮で必殺技が、千年結成の宇野花さんのごとく大回復して絶大ダメージ稀に即死。かといって宇野花さんみたいに火ダメなわけではないんでバトルキャラではないですね。正直に可愛さに全振りしてるだけで、
通常1,2,3に何か状態異常があるわけでもなく、バフがあるわけでもなく、必殺技に回復があるっていうだけで、まだねガチャ前だから、ガチャ前の評価として別にね、別にだと思うんだよね僕は。もちろん可愛いよ、1万円がダントツぶち切れ可愛いと思います。うん、っていうだけじゃないかな。この人間属性の人間キラーもその塔で役に立つっていうぐらいで、今後どっかで役に立つかっていうとなかなか出てこないだろうから、いやゲットしても使うかって言われたら俺多分使わないと思う。通常の振りが早い、うん、そうね、強3、強2、強1どれもそのこれといった特徴もなく、うん、まあうん、な性能、まあ普通な性能っていう、可もなく不可もなくな普通な性能というところで、まあ、この子は可愛さに全振りしたっていう印象です。まあ、実際ね使ってみたら、いやーこれはいいよっていう風におそらくなんないと思うな、これは可愛いっていうだけだと思います。はい、次ヨリさん行ってみましょう。開放的になったわしの力はこんなものではないぞ。どうじゃ、はい、力無所属キャラ、3周年ウルキオラ以来ですかね。で、遠距離で全属性、全攻撃に、ね、弱体がつく。力遠距離、全攻撃弱体っていうと、アイゼンですね。被ってるのはね。で、強攻撃フルタイム短縮といったところで、強攻撃1が前進タイプ、強攻撃2、前方タイプ、強攻撃2が集めてドン、強攻撃3が全体と。で、おそらくまあこれもね、グループバトルガチ勢は強攻撃2が、レベル1で使うと、いいんじゃないかなという印象。減速耐性。まあこれまたね、俺は使わないと思うな。メインで使うんだったら全然アイゼン使うしなっていうところで、まあ無所属キラー、その今回はそのキラーがね、織姫が人間キラー、ヨルイシさんが所属無所属キラーというところが特徴っていう感じで、そこら辺かな、光るところは。ヨルイシさん、まあまあ、グループバトル的にはね、早いしっていうところで、早かったかこれ。ちょっと、パツで、これ、まあ、4連だから早いでしょう。というところでね、まあ、俺、力の遠距離だったら、アイゼン使うしなっていうところで、正直、今回のガチャは、キャラが引きたいから引くかっていうところで、まあ、俺はそんな深追いしなくていいかなと思ってしまってます。っていうか、まあ、正直なところね、水着キャラにあまり興味がない。去年の3体も誰一人持ってないっていう。だからまあ、ちょっと引くかなっていう。で、今回の場合だと、ネリエル、地のネリエルが僕持ってないんで、まあ、9体中7体持ってなければ、まあちょっと引いてもいいかな、みたいな感じ。
今回闇鍋要因としては、一番キャラクター的にいいなって思うのは血のネリエルですね。あとはグループバトルを見据える人は、技のランギクレベル1を取っておくべきですね。星6技ランギクレベル1、これが強攻撃ヒットスアップがついて長い設置でっていうので、京都1号持ってない人はもうこのランギクさんでどんどん行ったらいいんじゃないかなと。僕は京都1号もランギクさんもレベル1で取ってあって、使い分けてるというふうなやり方をしてます。去年のこの3体ごめんどんなのせいのか覚えてねえわ持ってないし、ね、ああまあこれで見りゃいいのか。どこだどこだ、死神キラーの、攻撃、体力最大値 20% アップ、遠距離なでバリアがついてなってね、強攻撃ヒットスアップはないんでね。3体黒塗りになってるとこ、ここだね。地のフォローキラー、地のフォローキラーな、全然パッと出てこないな。強攻撃ヒットスアップがあって、まあ、ため攻撃があって、ウォーターバトルか。勝利は私に味方したようだな。これ持ってないからね。13必殺に前し、この強攻撃必殺だったらないですね。通常 20% 通常キャラなのかな、即アランカルスクだ。場が水上となった程度で隠密軌道の力が封じられることはない。夏の思い出みんなでたくさん作ろうね。まあ明らかに今回の絵の方が俺は好みだなっていうね、まあ個人的好みを言いつつ、一番最近でここですね。遠距離で全部にやけどで、範囲も広くて非常に強いキャラクターですね。これ性能で言ったらこいつが一番強いんじゃないかな今回のガチャで空格さんもいいか。っちのがなんか両方かぶってんの まああのレイドを考えるとね、まあ引いときたいなっていうところがあるけど、一応僕レイドキャラもうすでに1体は確保できてたから、まあまあまあほんと必死になんなくても軽い気持ちで引ければいいかなと思います。というわけで今回は、ガチャ前評価なんですけれども、まあキャラが好きなら引きましょうというものだと思います。僕の個人的な感想としては、こいつ熱いから引いた方がいいよっていうことはないです。どのキャラにおいてもいやめっちゃ強いわこらたまらんっていうことはないです。なので、好きなら引いたらいいと思う。もし別に女の子キャラ興味ないという人がいれば別にここ引くとこじゃないと思います。なぜならば来月は4周年、特に過去の経験上2周年3周年ともにですね、第1弾のガチャにその何周年キャラが出てその次熱いのが来るんですよ。もう第1弾でみんなすっからかんなった後にマジかみたいなことが来るんで、そんなにね
このキャラに興味がないということであれば、水着キャラたちに別にあんまりだな、いや俺ひなもり好きだからとかいう人たちは別にね、別に今回引かなくてもいいと思う。もう最近このここら辺はみんな巨乳さんたちですからね。いやちょっと巨乳キャラはっていう方々はためといていいと思います。解放するべきはこの後だと思います。なところかな。まあほんとね、好きなら引こう。キャラが好きなら引いていいと思う。まあ、特にもう織姫可愛さ特化だと思ってますんで。あとその今までのレイドキャラ持ってない人はここで引いといた方がいいかなっていうところですね。はい、今回はここまでにしましょう。以上ガチャ前評価、もう本日6月30日16時から、始まりますんで参考にしていただければと思います。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。